3時40分、3階レストラン。寺内さんが殺された？しかもひじいちゃんの件も含めて犯人が中村室長ね。そうですよ主任、僕の推理は正しいはずです。なんで急に仕切り出したんだこいつは。中村室長は少なくとも16時の時点でこの島にいました。そしてビデオに映っていたその時間に大会議室がある最上階でエレベーターを降ります。大会議室に侵入したその時はまだ扉の開閉は記録されていなかった。中村室長は亡くなっていた10番の鍵を使って侵入したのでしょう。そしてひじりさんが一人になるまでずっと隠れていました。新田さんたちが大会議室を出た後、ひじりさんを殺害。戻ってきた赤田さんを気絶させ、銃を握らせると再び隠れました。主任が二人を発見した時も、中村室長は大会議室の中にずっと隠れていました。その後、機械を見て実験室に向かいます。そこで寺内さんを拘束し、爆死した。これが僕の推理です。寺内さんは殺された？それじゃあ殺人犯は被害者もろとも自殺を図り爆死したということかね。翔次郎社長大丈夫このままの感じで。そうです、そうとしか考えられません。つまり我々の安全は確保されたと考えていいと思います。他に質問のある方は？なんでこいつ急に仕切り出したんだ。アスカちゃんをタッチしよう。これが真実？一心さんはどう思いますか？じゃあさとみちゃんにタッチします。これで一件落着ね。そうですよ主任、何か文句でもおっしゃりたいことがあるならどうぞ。別に。家計さんはどう？寺内さんが中村に殺されるだなんて。家計さんが気にすることではないでしょう。確かにむごい殺され方でしたが、寺内さんの自業自得とも言えます。確かにそうかもしれませんが、人が死んでるのに自業自得って言い方どうなんだろうかね。ガタさんタッチします。3年前謙信を殺したのも中村だと？そうですね、手口が似すぎていますから。だが中村に謙信を殺す理由は、新田謙信さんは薬剤横領の事件を調べていたのでしょう。中村室長は薬剤横領の犯人であり、これ以上謙信さんに調べてほしくなかった。そう考えれば辻褄が合います。もっとも謙信さんが亡くなったせいで結局室長の犯罪は明るみに出てしまったわけですが、お分かりですね。まあ、そうなんだが。じゃあ、みきこさんをタッチします。よかった。早く帰りたいわ。もうこんな島こりごり。
6時には迎えの船が来るはずです。もう少しですよ。他に質問は？もうないでしょうね。これで事件は解決しました。ちょっと待ってください。まだ質問があります？何でしょうか？私たちが大会議室にいた時、つまり翔士郎社長に初めてお会いした時や、ひじりさんの遺体を発見した時も、中村さんはずっと大会議室に隠れていたというんですか？ええ、そうです。あなたたちが気づかなかっただけでしょう。中村さんが大会議室にいたっていう証拠があるんですか？それでは逆にお聞きしますが、あの時中村室長が大会議室にいなかったという証拠は？あの時大会議室の中はちゃんと調べましたが、誰もいませんでしたよ。調べましたと言われてもね。それにですね、あなたのやっていることは推理なんかじゃありません。起こった状況をそのまま話しただけじゃないですか。あ、アスカちゃん。それじゃあそれじゃああなたたちの推理を聞かせてくださいよ。そのために呼ばれたんでしょ？それは一心さん、どうなんですか、探偵さん。この顔のまま黙ってる。この事件、結論を出すにはまだ証拠が不十分です。証拠が不十分？もう時間がないんですよ。まだ証拠を集めるというのですか？まあいいだろう。3年前の犯人も分かったし、危険もなくなった。新田くん、君はよく頑張ったよ。だが、もう事件は終わった。自分の手で解決したかったろうが、私の依頼はもう解決された。これ以上君ができることはない。そう。もう君に用はないんだよ。帰る準備でもしたまえ。そうですね。迎えの船が来るまでもうわずかです。もう危険はないと思いますが、あまりうろつかない方が。え、ちょっと、一心さん、どこ行くんですか？ちょっと待ってください。どうしたんですか、急に。納得できない。え？納得できないんだよ。一心さん、そんなに落ち込まないでください。今回の事件は時間もなかったんですから。私だって真実を見失いかけることもあります。それに所長だっていろんな経験を積んできたんですから。
自分で解決できなかったからって一心さんが気にすることはないですよ。結果的に片さんの疑いも晴れましたし、何より3年前の事件も解明されたんですから良かったと思いましょう。違うんだよ、アスカちゃん。納得できないのは僕の手で事件を解決できなかったことじゃない。え？この事件の真相に納得できないんだ。中村が聖さんと寺内さんを殺し、3年前親父も殺した。どの事件も動機と証拠があると言われてるけど、でも納得できないよ。ですが一心さん、もうこれ以上何も。違うんだよ、アスカちゃん。僕が納得できないのに被害者が納得できると思う？親父は言っていたんだろう。一番苦しいのは物言わぬ被害者だって。ええ。僕はこの事件にはまだ何かが隠されていると思うんだ。冷静に考えて、なぜ中村は自殺したんだ？それは復讐を遂げて満足して、3年も身を潜めていって今さら復讐？それに奴はどうやって島に侵入したんだ？どうやってこのレプリカビルが建設されたことを知り、それを利用しようと思いついたんだ？それは、そう、それなんだ。わからないことだらけなんだよ。事件の内容は分かっても辻褄が合わないことばかり。これじゃあ3年前の事件と全く同じだ。そう、何も変わらない。何も解決できない。なぜ大須賀が、なぜ中村は行方不明に、なぜ親父は殺された？何も答えが出ないまま、また全てうやむやのままに終わってしまう。一心さん、もう嫌なんだ。あんな虚しい日々を繰り返すのは。だから戻ってきたんですか？探偵になるために。ああ、日本に戻ってきて改めて分かった。この事件は僕が解明しなくてはいけないんだ。親父のためである以上に、僕のため、そして僕の大切な人たちのため。お願いだ、アスカちゃん。もう一度一緒に調査をしてくれないか？もう僕は事件から逃げたくないんだ。わかりました。じゃあ、この事件の真相を二人で解き明かしましょう。ありがとう、アスカちゃん。それじゃあもう一度実験室の事件を調べ直してみよう。そうですね。ではどこから手をつけましょうか？それは行動を選択。まずは実験室の扉の開閉記録を確認します。まずは実験室の扉の開閉記録を調べるべきだ。ええ、私もそう思います。
それじゃあ早速調べに行こう。実験室の扉の開閉記録を調べるにはここへ行くべきだ。行動を選択。警備室に行きます。警備室で実験室の扉の開閉記録を調べよう。ええ、そうしましょう。ああ、ついでに監視カメラのビデオもチェックしてみよう。わかりました。それじゃあ行きましょう。じゃあ移動します。警備室に行きます。それじゃあ、アスカちゃんは監視カメラのテープを調べてくれる？僕は開閉記録をチェックするから。わかりました。じゃあ、黄色のモニターを見てみます。モニターが並んでいる。コードを選択。上から順番に行きます。19時17分30秒のビデオ。19時17分30秒のビデオは B エレベーターにさとみさん、 C エレベーターに翔次郎社長、 D エレベーターに久我山建設の寺内さんと加計さんが乗っているのか。コードを選択。19時47分30秒のビデオ。Dエレベーターにさとみさんが乗っている。これだけか。コードを選択。19時48分のビデオ。 C エレベーターに翔次郎社長が乗っているんだ。次は16時中村の映像。ん？さっきは気づかなかったけど、この映像何か妙だ。一心さん、難しい顔してどうかしました？いや、このビデオの映像どこかおかしくない？ちょっと引っかかるんだけど。別におかしいところはないと思いますけど。帽子に杖、そして特徴的な長髪、写真で見せてもらった中村と同じですよね。なんだろう、何が引っかかるんだろう。今度は青い方のモニターをタッチします。実験室の扉の開閉記録は、あれ、一つだけ。コードを選択。実験室の扉の開閉記録を見ます。この記録によると扉が開けられたのは1時過ぎか。寺内さんの鍵で開けられているな。証拠、実験室の扉の開閉記録を入手しました。実験室の扉の開閉記録、1時10分に寺内が扉を開けている。実験室の扉の開閉記録はこの記録だけしかない。これ以降実験室の扉が開けられた記録は一度だけ。僕たちの目の前で加計さんが開けた時のものだけだ。アスカちゃん、そっちは何か見つかった？いえ、特には。やっぱりカメラは20時で全部止まっています。それに中村が映っているのは16時のものだけでした。不審な点も特にありませんね。灰色の帽子にひとまとめにした長い髪、そして特徴的な杖。研究室で宮沢さんに見せてもらった中村そのままです。ん？アスカちゃん、今なんて？ですから、帽子に長髪に杖、
中村の特徴そのままだと。帽子に長髪、杖。一心さん、どうかしました？いや、今何か引っかかったような。アスカちゃん、もう一度中村の映像を確認してみない？ええ、構いませんけど。帽子に長髪、そして右手の杖。アスカちゃんの言う通り、どこにもおかしなところは。待てよ、右手に杖？一心さん、どうかしたんですか？あ、アスカちゃん、大変だ。え、大変って？ここに映ってるのは中村じゃない。え、中村じゃない？何を言ってるんですか？だってよく映像を見てください。帽子に長髪に杖に服装、宮沢さんに見せてもらった写真そのものだね。それなら。いや、この映像には一つだけこの人物が中村ではない証拠が残されているんだ。この人物が偽物である特徴、それはここだ。行動選択、どこがおかしいかと。杖を選択します。この杖だ。おかしいのはこの杖なんだ。この杖のどこがおかしいって言うんです？この杖、宮沢さんから聞いた中村の話と決定的に矛盾しているんだ。矛盾ですか？そう、この証言とね。行動を選択。中村は左足が悪い。右で持ってたらね、右足が悪いことになっちゃうもんね。じゃあ中村は左足が悪いを選択します。そう、中村は事故に遭ったせいで左足が悪かったんだね。けれどこの映像では右側に杖をついているんだ。そんな、それじゃあこの中村は偽物だ。誰かが、おそらくは真犯人が中村に変装していたんだ。待ってください。それなら、あの実験室の爆発はどうやって起きたというんです？あれも中村の仕業じゃないって言うんですか？ああ、あの爆破事件の真相、それを今から解いてみせるよ。行動選択、爆破事件の真相を推理します。爆破事件の真相推理。やっぱり中村は自殺なんかじゃない。そして寺内さんの殺害も中村の手によって行われたものじゃないと思う。そうでしょうか。でもあの状況は。とりあえず事件を整理してみようよ。ええ、そうですね。まずはあの実験室で起きた爆発について整理してみよう。寺内さんが実験室に入ったのはこの時刻なんだ。寺内が実験室に入った時間は、じゃあ選択していこう。実験室の扉の開閉記録、これを選択決定。
この時刻に寺内さんの鍵で実験室の扉が開かれているね。寺内さんは自分から実験室に入ったのでしょうか。それともガタさんが大会議室に呼び出されたように。寺内さんも真犯人に呼び出されたのでしょうか。実験室の扉の開閉記録はそれ以前には残っていない。それを考えると寺内さんは真犯人と一緒に実験室に入ったと考えられる。そして二度と出てくることはできなかったということですね。ああ、それじゃあやっぱり中村が寺内さんを。いや、そうでもないんだ。え？寺内さんが実験室に入った時、実験室の扉の開閉記録は残っていないし、爆発後、現場の実験室には中村と寺内さんしかいなかった。一見中村の犯行に見えるよね。ええ、それしか考えられないと思いますが。だが事件現場の中村の遺体にはありえないことが起きていたんだ。それは中村がこの爆発を起こしたとしたら絶対に起こりえないこと。つまり中村の犯行を否定する最大の証拠だと思う。ありえないことが起こった？何か不自然なことがあったのですか？ああ、中村の遺体に起こったありえないこと、それはここだ。遺体に起きたありえないこととは、それは中村の遺体の状態決定、爆弾が爆発した直後に酸素による火災が誘発されたと考えたとき、遺体は均等に炎に包まれるはずだ。あ、だが中村の遺体の正面はほとんど焼け焦げていなかった。つまり部屋が炎に包まれた瞬間、中村は床にうつ伏せに寝ていたんだよ。僕たちが発見したのと全く同じ位置でね。そんな人間にピンが引き抜けるわけないだろう。つまり中村は爆発の瞬間、実験室で混沌させられていたということですか。いや、あれだけの火傷を負っても動いた様子がなかったからね。それに扉の開閉記録を取り始めたのは18時。それ以後寺内さんが扉を開けるまで誰も実験室に入った記録はない。となると中村は少なくとも18時より前から実験室にいたことになる。爆発が起きるまでの10時間近く人を気絶させるなんて容易なことかな。中村は爆発の時には、いや、この島に着いた時にはすでに死んでいたと考えられる。でもそう仮定すると、爆発が起きる直前に実験室にいたのは拘束された寺内さんと意識のない中村ということになりますよね。でもそれはおかしいですよ。部屋にいた人間が2人とも身動きできない状態なのに、どうやって爆弾のピンを抜いて爆発させたって言うんですか。いや、部屋に誰もいなくてもピンを引き抜くことは可能なんだ。え？爆弾のピンは中村が抜いたのではない。あの爆発の鍵となったのはこの証拠なんだ。爆破の鍵となったものとは、選択していきます。実験室に落ちていた紐決定。紐？
何ですかこれ。実験室に残されていたものだ。不燃焼だったんだろうね。あの炎の中焼け残っていたよ。この紐を使ったことが犯人の最大の失敗だったんだよ。こんな紐が爆弾の爆発に関係しているんですか。ああ、寺内さんに密接していた爆弾はこの紐を利用した仕掛けであの爆発を起こしたんだ。紐を利用した仕掛け。ああ、爆弾が爆発する仕掛けはあるものとあるものをこの紐で結んで作ったんだ。こんな風にね。爆破事件の真相、起爆のトリック。爆弾の起爆には事件現場に残った紐が使われていた。紐で特定の場所を結んで起爆トリックを解き明かそう。繋いでいくのか。じゃあ繋いでいこう。寺内と扉だよね。これで決定します。 OK。 扉と寺内さんが紐で繋がれていたって言うんですか。正確には起爆装置のピンとドアノブだね。爆発は僕たちが扉を開けたまさにその瞬間に起きているんだ。それってそう、爆弾は扉が開かれることによって起爆する仕組みになっていたんだ。結論、ビデオの中村は偽物で本物はすでに死んでいた。実験室で爆発を起こし寺内を殺害したのは中村ではなかった。